最初のお鍋。はい、来た。じゃあ日村さん、鍋開けてください。さあ行きましょう、この鍋オープン。じゃあ、おー、やったー。あれ、誰のか分かるのか。なにこれ。あ、もう分かるじゃんか。いるじゃん。ねえ、西野でしょ。はい、ねえ、いるじゃん。ドリアさん、ドリアさん。開けた瞬間、ドリアさんが顔を出す西野のドリアさん鍋。タラや鶏肉など具材はオーソドックスな鍋のようですが、大根おろしでこれ作ったんですけど、大根おろしアートみたいな。そうそうです、そうです。すごい。で、どうせならちょっと鶏屋さんを作ってみたいなと思って、結構うまくできました。 3D 大根おろしアートみたいなことで。そうですね。何ですかね。あるもっとあるだって階段に書かないじゃん、まずあの大根そうですよ。まあ、具材はずっとうち実家で食べてたのがこのつくね、ニンニクがめちゃくちゃ入ってて、昔から食べてたので、家族全員、家もろとも臭くなってました、ニンニクが。あ、でもうまそう、ね、うまそう。ここで今回の審査の一つ、彼氏に一言添いながら鍋を装う鍋と申してもらいます。弁当の時は日村さんが相手だったんですけど、あれが不評なんだ。あのカメラに行ってたら、俺だけがね、あの楽しいよ。そうです、そうです。じゃあ、お願いします。じゃあ、西野と鍋食ってるみたいな感じになる。全然食べれないよ、今。それいいかな。大根おろしはおろしても好きって気持ちは殺さないでね。何これ。意味が分かんない。なるほど。大根おろしをおろしてるじゃないですか。はい、大根おろしをおろしてます。でも、好きって気持ちはおろし、おろさないで、おろさないでね、ずっと好きでいてね、好きでいてね。どうして今さ、バイコバイコバイコ。